歯医者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。今週、これを喋ると今年度の、僕の声を聞くのは終わりです。まあ、1年間っていう形で言うとね、やっぱりこう1月から12月までっていうのを区切りとして考えるケースがやっぱり多いんですが、まあ僕ら仕事とかね、あと学生とかそういった立場の人たちからすると、年度という形でのこう区切りで見る方が、そっちの方で考える人が多い場合もあると思うんですよね。こう4月から3月までが一つの区切りと、まあ僕なんかもやっぱり12月1月って言って年が変わるっていうのはなんとなくね、感覚としてはやっぱりよくわかるんですが、仕事の感覚としてはやっぱりこう3月と4月の部分区切りっていう感覚はどうしても抜けないなっていう、まあこれは多分大学病院に残ってたっていう時なんかにはやっぱり学生の指導とかそういった部分もあったんで、学生にものを教える、授業のための準備をする、実習のための準備をするね、そういうのはやっぱり年度ごとでの準備っていうのもやっぱり出てきますんで、そうすると4月から新しい学生だったりとか、例えばその学年進級したものに対しての新たな習得過程のね、やらなきゃいけないことに対する準備とか、そうするとやっぱりね、こう医療系の人でも大学病院の人たちっていうのは特に一つの区切りとしてね、刻まれる部分ではあると。そうするとそういうタイムスケジュール、時間に対する期間に対する区切りっていうのが、大学病院を経て今なんで、どうしても今もやっぱり区切りとしては、この3月の末4月の頭っていうのになってくる方がなんか一つね、あ、1年間の区切りが来たなっていう、こう意識は、むしろ、正月よりも僕的にはちょっと強いかなと。どちらかというと正月っていうのは冬休みのイベント的な感じで、年度の区切りの方がその1年間の締めくくりっていう感じがなんとなくしますよね。まあ、こういった年度の変わりっていうと、引っ越される方、移動される方っていうのが多いと思います。4月からだから別のところで働きます、4月から、新たにそのこう大学に通いますとかね、だから今いる地域を離れる、新しい先に旅立つっていう人たちも多いと思います。まあそうした時に日常のその生活で大事なね、いろんな手続きね、ガスだ水道代とかね、そういったものもありますが、それ以外にも体調を管理するという面でも病院であったりとか、あらかじめねこういったところに行った方がいいっていうのはやっぱり調べておくと、いざという時に困らないと思います。今すぐ行くんじゃなくてもね。で、今言ったのが病院っていう言い方をしたのも、怪我とか病気とか風邪をひきました、すごくしんどいですっていうのを、新しいね新生活が起こった時にね、いざ本当に倒れて朦朧としている時に、そこから探すのってもっとしんどいですよね。ゆとりのある時に同じように歯医者さんに対しても、痛くなった、じゃあね歯医者さんどこ行こうかじゃなくて、痛くなる前に、まず歯医者さん探しとこうと、最悪痛くなった時でも慌てずに、よしあそこの歯医者さんに行こう、痛くなった歯を長期放置するなんてことは本当にやめてほしいんでね。なのでまずこう引っ越した後にね、そういう医療機関、お医者さん歯医者さんこう調べとくってのも、実は何かあった時の有事の際にはやっぱり有用になる、ちょっと意識しといてもらえればね、特にご家族でね引っ越される場合は、お父さんお母さん割と注意されるっていう部分はあるかと思うんですが、これから新規大学に通うようなお子さんをお持ちの方だとね、お子さんは自らそんなものを調べないと思いますんで、まあぜひね親御さんが調べてあげて、何かの時にはこういったところ行った方がいいよっていうのを教えてあげとくと、お子さんも何かあった時に、めんどくさいから家で寝とこう、きっと治るなんて言って大事にならないようにね、注意できるかなとも思いますので、事前の準備、さあ歯医者さんもちゃんとその中にピックアップしておいてください。というわけで今日はこの辺で失礼します。